Hey guys! Boo! No Bianski Fire! IQ を天才。ということで今回は Q リマスターとやっていきたいと思います。読み方がわかりません。このゲームはゆきなちゃんの大好きな最近注目してるニート Y さんっていう方がね、実況してゆきなちゃんもやっちゃおうかなと思ったんで、今回この物理計算 Q というね、このねクソゲームやっていきたいと思います。とりあえずよくわかんないんでゲームスタートしてみます。ポチッ。ははなるほどね、転がすボール、あロールだったわ。あ転がすイコールロール。プライマリー0セレクト、セレクト1。オッケーオッケー。マウスでカーソルを動かす、左クリックでインクを出して離すと書き終える。オッケーオッケー、なるほどね。天才、私天才だってば。書いたものを赤いボールに当ててください。こういう感じ。俺天才じゃない、これ私天才じゃない。この赤いボールを左の壁にくれさせてください。いくつ書いても OK。 めっちゃ簡単じゃね。こうやってこう、これ見てみ、みんな、むずい、意外にむずいぞこれ。これ意外にむずいやつだ。はぁ、あ、はぁ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 、なるほどね。これでやり直せると。これでもさ、多分だけどこうやって、でこうしたらにょいーんっていかないか。確かにそうだな。いやこれちょっとむずいな。じゃあこうはどう。こう、やばい、ここ多分チュートリアルなんだよ。チュートリアルでこんなにつまずいてちゃダメなんだよ、このゲームは絶対に。これならどう。あ、いける、いけそう。デカチンボール。嘘でしょ、無理。うわマジ。いやでも惜しい。左の壁だもんね、右じゃないもんね。これ普通に棒書いてみる。にょん、なるほどな。じゃあちっちゃい棒で転がしていくしかないわ。ここからマジみんな見とけよ。書いたものを左の壁に触れさせてください。棒を書いて倒す、坂を書き、そこに何か転がす方法は自由です。超簡単じゃね。まずこうやって坂を書くでしょ、でこう終わりじゃん。超簡単じゃん。舐めてもらっちゃ困ります。こう見えて私頭いいんです。ニュークエスチョン、アペアアペア、現れましたと。新しいのが出現。何これ、リンゴだ。ちょ待てよ、いきなりこんなに来られても困るから私。いい、これ頑張るわ。これボールを出せ。舐めてんの、余裕だろ。まあどうしよっかな、ひっくり返す作戦でいきましょう。ポイーン。そう簡単にはうまくいかない系 YouTuber となると四角だね。これ重さとか関係あんのかな。これ こいつなかったらいける。ちょっと待ってよ、勝ちました。分かった、高めのところから落とせばボイーヨン。くそむずい。ゆきのちゃん頭使え。ここにこんな感じでチョイン。おい邪魔すんじゃねえか。じゃあこの字でどう。この字だったらワンちゃん出せれます。はい、ポイーンでこの中に入れる。むずいな。逆にしてみる、でもギリギリを狙う。おいマジか、ちょっと待てよ。分かった、このお盆から出そうとするのがバカなんですよ。これも直接攻撃いきます、直接攻撃。いけ、ゆきのちゃんの闇、ぶにょ、あれ、ゆきのちゃんの弓矢じゃダメだったみたいなんで、もう超ギリギリ、多分ここが超ギリギリのライン。で、ここに超デカを盛り付けて、うれー、よっしゃーい、ゆきのらちゃんのデカチンチンで、この丸を出しました。これ、下ネタでいけるんだね。なるほど。赤いボールを左の壁に当てろ。ちょっと難しいね。でもこれね、引っ掛けるんですよ、まず。引っ掛けて、こう、おちんちんの金玉の部分作ります。これで一旦、置かせれない。なるほど。となると、釣り合っちゃってるね、ここが。これで多分いけます。これでいける。よいしょ。
はい、よいしょオッケー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 。となるとね、むずくね、無理なんだ。あ、これで押してもなんかダメっぽいな。これで押しても無理。ここにゴミをたくさん詰め込んでこれをどかすっていう戦法なんだけどダメっぽいな。え、むずいな。本当に言ってる？これできるの？私。まあ、螺旋状いきます、螺旋状。いや、無理だ。ふっ！やっぱ重さは若干関係ある。ここで、この、落ちると、ここ、グイン行くから。なかった、わかった、わかった。皆さん、お待たせいたしました。これでできます。見といてください。ブイーン！アイム、天才！ユーツ、赤いボールを左の紙に当てろ。どけろよ、ユーツマジで。なるほどね、速さゲーミング。よいしょ。これ今さっきと同じだよ。待って、むずい。待って、ちょ、どうやってやんのこれ。待って、憂鬱が邪魔すぎる、本当に。いけそう。攻略法が分かった。ここにチンチン書く。あーやー、ちゃんちゃん、もう分かった、ここだ。いけそういけそう。もう一個チンチン書いちゃおう。もう一個ネオアームストロング、サイクロンジェットアームストロングを書いて、先駆。はいはい、いいか、でいいか、デカブツ、物事にはなくそう。先駆、俺は行くぞ、俺の鍛錬でな。うわっだけどな、勢いが足りないかな。はっ、はい、いけー先駆いくぞ、食らいやがれ。あれれ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 、ポイーンポイーンポイーン、いけた。てこいよ。書いたもので赤いエリアに触れろ。え、簡単じゃね。あ、はいはいはい、なるほどね。ここに触れればいいってことでしょ。で、こっち側はかけれないんだね。はぁ、あ、はぁ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 、簡単じゃね。まずここに棒書きます。これどけろよマジで。ここにまず棒書きます。で、こういう感じの坂を作ります。で、こう、今度足箱、こっちにもつけます。これを書いて、で、あとは丸を転がせばいいだけ。あ、そうだよね、転がるよね、びっくりさせないで。いってらっしゃい、いってらっしゃい、いってらっしゃい、いってらっしゃい。
綺麗に描くためにここから始めましょう。で問題はこれ土台なんだよね。で土台はねもうねむちゃくちゃにしていいと思う。絶対に下につく。オッケーオッケーオッケー。絶対に下につく。でこれも絶対に下につく。であとはもう適当でいい。で問題はこれも丸点でいきます。超綺麗な丸じゃないといけないからね。こんぐらいかな。さあ雪乃ちゃんの勝ちがもう確定いたしました。踊っちゃおうかな。これは簡単だね。誰でもできますこんなもん。さあ雪乃ちゃんのラッキーナンバー9やっていきましょう。こっちボールを5つ以上お皿に入れろ。グリグリしつこく描くほど濃くなる。はい、ボールを5つ以上、あ、わかったわかった。あ、わかったわかった。こうすればいいってこと？グリグリすればするほど濃くなってめっちゃ重くなるってことでしょ？ブニョン。はぁ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 。これで一旦ボールをね、ボールのね、この金玉たちを出さないといけないわけさ。ちょ、これでボールをどれだけ出せれるかを見てみよう。ウィーン。これじゃ全然出せれないのか。お皿に入れろしかも。となると、こういう機械がいるね、まず。落ちた時用にね。で、あとはボールを出せる、出す作業するだけ。超重くしよう、マジで。うるれ。いや、マジ全然落ちない。これボールです、実は。どう？これちょっといけそうじゃない？実はこれボールなんだよね。ダメだな。どうすんの？え、マジシンプルにどうやってやんのこれ。お皿からまず出さないといけないでしょ。エッチな意味じゃないからねみんな。これちょっとここら辺に入れてみる。え、入れるってエッチな意味じゃないからねマジで。グリグリしつこく書くの濃くなる？あ、重くなるか。本当に重くなってるこいつらマジで。うざいんだけど。え、全然落ちないじゃん。じゃ、まずボールを落とす作業からだ。どうやったら落ちるか考えよう。デカ丸入れてみます。デカ丸じゃダメ。めっちゃ濃くしてみるわ。バチクソ濃くしたら超重くなるわけじゃん。超重くなったらボールの1個や2個や3個ぐらい出るでしょ？これ超濃いよみんな。本当に濃いんか？高さ大事絶対。あー、はいはいはい。高さ大事な高さ。これ高さ絶対大事。はい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 。ボールがやっと1個ぐらい落ちそう。ブイーン。これお皿？お皿ってあの左の下にあるやつだよね。あ、いけるわ。皆さん攻略法を見つけてしまいました。まずこういう線を描くでしょ。これを坂にします一旦。で、このゲーム重さじゃなくて高さが大事です。で、重さのね、グリグリをまずこれ、めっちゃグリグリしちゃう。もう重さ200キロぐらいあるグリグリの棒を描きます。で、高さ2メートルぐらいのところから落とします。いきますよ、みんな。はい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 。来てる来てる来てる。で、これを繰り返していく繰り返していく。まずグリグリして、グリグリはしません。一度歯が入るとスーッとで、この二人はめちゃめちゃお皿に落ちていくよ。スーッと落ちていって、オッケー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 、6個も入れちゃったー。繊細すぎてお話にならない。オッケー。さあ、ステージ10やっていきましょう。ボールを出せ。え、簡単じゃない？急に。急にむちゃむちゃ簡単なお題来たんだけど。え、これグリグリしたら重くなるかな？グリグリしても重くならないんだったらちょっと雪田ちゃんの予想とは違うんだけど。え、これでいきますよ、皆さん。え、次、まっこう。え、次。はぁはぁはぁ、長すぎちゃダメなんだね。なるほどね。長すぎたらダメなら短くすればいいだけの話。これ、おちんちんじゃないからね、みんな、普通に。え、む、マジか。こんなに難しいの？本当に言ってる？すごい形のおちんちんみたいだけど、おちんちんじゃないからね。いけそう、いけそう。ほい！あ、オッケー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 。ここに、こういう土台を作ってあげる。はいはいはい。で、あとはこいつを落とすだけ。ゆきなちゃん頭良すぎるわ、普通に。で、これで倒れる。もうちょっとちっちゃめの土台がよしえちゃんね。オッケー、沸かして。あ、ちょっとミスった。これぐらいでいいんじゃないかな。で、あとはこいつを落とすだけ。簡単じゃない結構。あ、これはちょっと。でもやってることは一緒だね。ここにまず土台を描く。で、あとはこいつを転がすだけ。
あ、めっちゃチンチンみたーい。どう？ほい。なるほどね。ここら辺にも土台立って作っちゃうかさ。こういう感じの土台で落っこちたらもう私の勝ちみたいな。もうちょっとここら辺に作る。ここら辺に作ってここら辺に重りを置いたらちょうどいい感じになりそう。あー、なるほどね。これならどう？これこれでこれいけそうじゃない？はい。うわ、長すぎちんちん。まず倒せれるところからスタートしないといけない。倒せれないわ、シンプルに。まずあれ倒せれる。もうちょっと高めのこれぐらいかな。これがあれば倒せれる。でもこいつ土台がしっかりしないときびいからこいつ寄りにしてあげる。で、あと今さっきと同じ要領でここら辺に書いたやつを書けばいい。さあ、これできるはず。倒れろ。むずない？めちゃめちゃ難しくないかこれ。はい、いけっす。ああ、死に戻りプラス99じゃねえよ。99回もやってんのかよ私。なんでそんなのメモしてんだよ。これさ、倒れてる途中にも絵描けるくね。くっそむずいぞこれまして。なるほどね、倒れてる途中に絵を描けばいけるんだ。オッケーオッケー、素晴らしい。え、今さっきやったくない？あ、左の壁に当てろか。え、でも簡単じゃない？ブイーン、むずい。あ、いや難しくなくねえか、全然これでいけるっしょ。はい、いや、今のワンチャン待っとったらいけたくね。はい、ブイーン、レッツエイジー、ワルエイジー。ヒーローを立った状態にしろ。無理だろこれに関しては。急に難しくないか本当に。おい、見てっか、おい、ちょ、こう急に難しくない？一応ファーストアタックしてみる。簡単すぎてお話にならないぜ、まして。まずはここにね、こういうね、棒を立てます。で、ここに、お前が倒れてどうするんだ。皆さん見といてください。もしこれで雪乃ちゃんができなかったら普通におちんちん出します。まずこういうものを書きます。で、ここに、あい、天才ダニー。ちょっと待って、みんな、おちんちんは待って、もう次でダメだったらおちんちん見せるから、ちょっと待ってて。もう最近さ、ゆきのちゃん広告剥がされまくってんの、まして。そろそろ YouTube の運営に嫌われそうだから。もう、わかったわかったわかった、やりすぎちゃいけないんだよ。わかったわかった、おちんちんはダメってことに気づいた。だからもう上を脱ぐは仕方ないから、上を脱ぐ、それで許して。みんな、いけた。とりあえずここまで塗る。いや、マジで頭使う。本当にね、舐められちゃ困るよ。ここで立たせます、一旦。つか普通に暑いんだけど、最近暑くない？みんな最近5月になってきてだんだん暑くなってきたんだけど。え、これは立った状態じゃないの？オッケー、任せろ。お前が立てれる準備をしっかりしといてやる。まず背中にこれを立てるだろ。で、腕にちょっとこれぐらいのやつでポン。きた。
ってきた。オッケー来たぞ。シャオケオクリアーシャー。オッケー来たよっしゃー。オッケー来た来た来た。マシ楽しくなってきたぞーい。やばい。さあ書いたもので赤いエリアに触れろ。あ、見ちゃう。ここには書けれない。簡単すぎてお話にならない件について、まずこういう感じでちょっと大きめの台を書きます。でその後に谷、ピタコラスイッチみたいなことをすればいいってことでしょ。超簡単じゃね。ピタコラスイッチみたいなことをすればいいってことは、まずここにね、こんな感じで、これ視点になります。これが視点で、ここにまず棒を書く。こんな感じで、あ、こっちに傾く系ね。 OK、 素晴らしい。傾きすぎだねそれは。でまあここに何でもいい、箱にしとこうかな。こんな感じで箱にしとこう。飛ぶかな、これならワンチャン飛ぶ。でここにスーパービッグバンアタックをかけばいい。ピタコラスイッチ理論よ。いきます。ふっ、無理かな、このやり方は無理かな、さすがに。池田ちゃんができそうなことを考えるんだ。ダメだ、シーソーしか出てこない。シーソー以外で無理くね、これ。シーソー以外でできる？いや無理でしょ、シーソー以外で。え、シーソー以外で無理くね、マジで。やるだけやってみよう、もう一回。ちょ、めっちゃ塗りつぶすわ。ちょ、超スーパー塗りつぶしタイムいくわ、普通に。これめちゃめちゃ塗りつぶして、めちゃめちゃ重くして、これでいけなかったらやばいよ。はい、ドン。オッケー、やっぱ賢いわ私、普通に。さあこの勢いで全クリします。ボールを地面につけろ。は、何が難しいんだこれの。あんまり私のこと舐めてんじゃねえ。なるほどね、なるほどね、面白くしてくれるじゃねえかよ。まずお前らから崩せ。はあ、はあはあ、崩れ方を一旦見ます。一旦下から壊した場合で、全部下に埋まっちゃう系のパティーンが多いのか。となるとこういうものが、こういう、あ、違う、こういう模型を作ってみた場合は、どこか一つやれば絶対になんか落ちるのか。じゃあここに超重たいものをすれば、超重たいものを作ればいい。万有引力の法則ってわかる？みんな、重たいものに惹かれるっていう法則なんだけど、え、ほんまに惹かれてない？え、え、本当に言ってる？え、万有引力の法則じゃないこれ。めっちゃ重くするじゃんこいつを。星は見て、ピンク色のボールが動いてるのわかる？これね、現実世界でもそうなんだよ。重たいものに惹かれる法則があんのよ。そういうこと？これ万有引力の法則使うの？ほら、いけた。レベル高っ。でもあのボールが引き合うぐらいのバイオ威力って超でかいでしょ。計算したらこんな感じになるよマジで。イライラしてきたんでプロテイン作ってきました。攻略を見た私は最強に等しい。インテンダー、お前これ模範解答出してみろよマジで。この格好、